バーン、ビューン。ついつい買ってしまった。うわ、何これ、何これ、ちょっと待って、ちょっと待って、こんな分厚いカタログついてきたけど、アンプラージュインターナショナル総合カタログ、うわすごいカタログついてきちゃったんだけど、まあ、これはまた今度ゆっくり見るとして、買っちゃったんだよな。まさか小さいのを買ったのと同じ店だったのかな。モーラナイフ、あーモーラナイフか、モーラナイフな、かっこいいな、一本あってもいいかなって感じだね。まあちょっとそれは置いといてですよ、それは置いといてですよ、これですよ、ソロストーブキャンプファイヤー、こいつの上の上のデカさです。大きいやつです。開封、あかね、開封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 、説明書、ステッカー、うん、ステッカー車に貼ろう。使い方は火をつけ鍋を置けと、はい、同じですね。でーん、開封、てれーん、あ、出てこないし、ちょっと待って、ちょっと待って、てれーん、出てきた、てれーん、でかこうです。うわでけ、こんな感じです。ソロストーブ、空気穴ごとく、中は網網、ここにも何穴見える、こっから入った空気がこの中で下と上に分かれて、下に行った空気はこの網のすぐ、見えねえか、網のすぐ下のこの隙間から入ってきて木とかの燃焼を助ける。ここから入って上に行った空気はこの穴から出てきて、なんか二次燃焼がいい感じになるという構造です。それはあの一緒です。向こうも火を燃やしてみましょう。まあなんで大きいのを買ってしまったのかはまた後で説明します。とりあえず今日もモスピラン、ではちょっと薪を拾ってきますね。今日ね、さっきまで雨降ってたんで全部薪あの拾ってきたやつは濡れてるんですよ。なのでうちからね持ってきました。これはとりあえず火つけてみるか。この紙を焚き付けにしよう。よし、加工だ加工、燃えやすそうなもの、あ、そうか、これを持ってきたってことは憧れのフェザースティックを作ればいいんじゃないか、もしかしてね。お、お、そうか、おお、ちょっとあんまり日頃やり慣れないもんだから、え、え、めちゃめちゃ硬いんですけど何これ、え、あれ、あ、できねえ、え、何これ削れちゃう、ダメだ、フェザースティックできない、ダメだ、折れたできない、諦めよう。こういうのをへし折ってこういうふうに入れておいて、これも入れておいて、これどうかな、燃えるかなこういうの、これ燃えるかな、かなり湿ってるな、ちょっとこれ後だな、やっぱりこれは後だな。こうして、あった、こうして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 、これで燃えるんじゃないかな。あー、これ生だな、これ生、あとこの辺もこれ枯れてると思うから、うん、これは多分燃えるな。ちょっとこんなもんにしとくか、とりあえず。よし、それじゃあちょっと着火してみましょう。つくかな、一応燃えた。
やべえ、雨降ってきた。ちょっと避難避難。燃えているのか、これは燃えているのか。燃えているようだな。ただ湿っていてちょっと難儀しておるようですが、ああ下の方は燃えたな。なんとか燃え移ったかな。ちょっともう少し燃えそうな薪を作って、まだ安定しているとはちょっと言い難いかな。もうちょっと頑張れって感じだな。頑張れ頑張れ。お、だいぶ燃えてきたかな。よっしゃよっしゃ。バケツだね、大きさ的には。バケツっていうとちょっと言い過ぎかな。ペンキの缶って感じだね。お、二次燃焼も始まってきたかな。お、結構いい感じに燃え始めてきたのではないでしょうか。いや、やっぱりね、大きいストーブはいい、よく燃える。風も少ないですね今日は。あったか。わあすごい、これ暖が取れるね。あったかい。だいぶ炎も安定してきたので、どうしてこの大きいのを買ったのか。ソロストーブキャンプファイヤーっていう機種なんですが、なぜこれを買ったのかを話してみたいと思うんですけども、まあ先日ですね、あのもう一機種、先ほど隣に置いてあったソロストーブライト、一人用のねソロストーブライトっていうのを買ったんですけども、すごく小さくてコンパクトで持ち運びはものすごくいいと思うんですよ。ただ中がですね狭いんですよ、すごく。まあ、こんな感じですごく浅いんですよね。どうだろう、こんな感じ見える？こんな人差し指より短いぐらいの深さしかないんですよ。その奥の網まで5センチぐらいしか深さがないんですね。なのでこういうすごく乾燥した薪、これね、すごく乾燥した薪をちゃんと用意してきて、これを細く切って入れれば、あの小さいストーブでも十分燃えると思うんですけど、まあ、まあ僕この辺り適当に落ち葉と か、ね、あの枝を拾ってきて燃やしてたんで、まあ、基本乾燥がちょっと甘い感じなんですよね。乾燥が甘い燃料を燃やしているとだんだんね火の勢いがね弱まってきちゃうんですよね。まあ、それでちょっとね、せっかくの二次燃焼とかね、そういう機能もちょっとこう思ったほど楽しめないっていう状態にちょっと陥りまして、でやっぱりねそうなってくると大きい、このガータが大きいものの方が中の熱も多分高まると思いますし、あのいいんじゃないかなっていうのがねありまして、それでですね、まあでもねそうは言ったって別に小さいのでいいじゃんって思っていたんですよ。だんだん慣れてくればねうまくいけるかなと思ったんですが、それでもやっぱりあの生乾きの燃料だとね厳しいということで、今回ですね新しくね大きいのをね買ってしまいました。なんでね、この新しく買ったこのキャンプファイヤーには多少生乾きのこういう木でもあのしっかり燃えてくれるっていう性能を期待しております。うわこっちに来た煙。それとねもう一個ね理由があって、そうここにあの岩谷の無煙焼肉グリル、鉄板みたいなやつがどうもねここにドンピシャでハマるらしいんですよ、このサイズに。でそれを使ってこっちかよ、今度焼肉できるじゃんって思って、今なかなかあの外食も行かないし、行ったとしてもね焼肉一人で行くっていうのもなかなかちょっとね寂しいものが
あるんで、まあ一人で行くんならね、一人で外でやっても一緒かなと思いまして、ソロストーブを使ってね、やってみようかなと思いましてね、まあ、それで買ったんですよ。ああ割れね。やっぱり自然のこういうところにある木ってなかなかね、適度に乾いたのってそうそうあるもんじゃないんだなって思いましたね。半生か腐ってだいぶボソボソみたいな、そんな感じが多くてですね、ボソボソはボソボソでね、なんかこうね、思ったほど燃えてくれないんですよ。まあ一応その2つかな、買った理由としては、はい、焼肉ができるっていうのと、まあこうやって拾った薪で遊ぶ際に半生でも結構これなら燃えそうだっていうね、そういう理由で買ってみました。まあ感想としてはですね、今のところ良さそうですね。ご覧の通りさっきから結構よく燃えてるし、この辺も今この二次燃焼の炎がすごいと思いません？なんかライトでもよく見ればこういう風に燃えてたんですけど、本当によく見ればっていう感じだったんで、なんかいまいちこうせっかくの二次燃焼的な効果が体感しづらかったんですよ。でもこいつはもうね、あからさまにここの穴から火が出てるように見えますよね。これが多分二次燃焼だと思うんですよね。まあでももう見るからにこのストーブの機能がちゃんと働いているなっていうのが分かる燃え方ですよね。いやこんなことなら最初から大きいの買えばよかったな。それを言っちゃおしまいよっていう感じでもありますんで、まああれですけど、持ち歩く人はね小さい方がいいかもしれないですが、そうだな、車移動とか荷物が多少大きくても関係ない方にはキャンプファイヤーか、この下にタイタンっていうもう少し小さいのあるんで、まあ、そっちの方がいいかもしれないですね。引きだとこんな感じ。この上を見るとね、よっ煽りがこんな感じなんですよ。こういうね、こういう感じ。これね、ここ N 番の後ろのとこでね、ここに今腰掛けて座ってます。上燃えないよね、大丈夫。はい、それでは今回の動画はここまでです。次回もよろしくお願いいたします。さようなら。